こんにちは、ココアです。今日は世界でもトレンドのアグの厚底ウルトラミニを紹介していきたいと思います。はい、ということで、すごくね、インスタとか TikTok とか日本でも韓国とかヨーロッパとかでもめちゃくちゃ人気の靴があるんですけど、それを手に入れることができたので紹介していきたいと思います。すごく可愛くてトレンドのアイテムになっているので、ぜひ最後まで見ていってください。ということで、この動画が気になったという方で、チャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録と、隣にあるベルマークをタップして通知をオンにしてから見ていってください。グッドボタンの方もよろしくお願いします。ということで、早速やっていきましょう。ではスタート。はい、ということでやっていきます。今回紹介していくアイテムが2足購入したものがあるんですけど、厚底のブーツがすごく流行っていて、で、入手困難なものなんですけど、こちらを購入できたので詳しく紹介していきます。ということで、じゃん、こんな感じの箱はいつものアグの箱なんですけど、この中に入っているんですけど、じゃーん、こういう感じの厚底のショートブーツになっています。このショートブーツがめちゃくちゃ人気で、本当に日本だけじゃなくていろんな世界で人気のアイテムになっているので、買うのがすごい難しいって言われているんですけど、今回これは今年のモデルなんですけど、スパンコールタイプになっているものをゲットすることができました。これもすっごく人気で、お最後の一足とかでなかなかいろんな店舗見てもなかったアイテムなんですけど、このスパンコールの黒のショートブーツになっていて、この部分がないものが普通のアグかなと思うんですけど、この厚底タイプのショートブーツがめちゃくちゃスタイルもモデルし、足も長く見えて、でかつすごいあったかいっていうアイテムになっているんですけど、このスパンコールがこういう風に表と裏になる感じで、色味は変わらない感じなんですけど、すごいキラキラっていう感じになっています。キラキラなんですけど、黒だから普通にどんな服にでも合わせやすいし、普通の無地のものよりちょっと個性が出せる感じになっているかなと思います。この厚底のショートブーツのベージュと、普通のここがムートンの黒とかがめちゃくちゃ人気で、もうそれは本当になかなか購入できないっていう感じで、今だと百貨店とかに行くとまだ購入できるところがあるみたいです。でも普通の直営店とかだともう購入はできないっていう感じみたいなんですけど、このスパンコールタイプを今回ゲットしました。この厚底がだいたい5センチぐらいになっていて、すごく履くと可愛いんですけど、パンツにもスウェットにも合わせられるし、スカートとかタイツとかとも合わせられる感じになっていて、後ろがアグのロゴがついている感じで、この厚底に乗っている部分も黒で、ベージュはベージュだったかなと思います。すごいね、 TikTok とかインスタとかでもめちゃくちゃ履いている方がいて、今年よく履いている方も見かけるんですけど、で中は普通にムートンになっているので、すごいあったかい感じになっています。こういう感じで全体がスパンコールになっています。で、ショートブーツだから履くときもスポッと履けるし、そんなに厚くなりすぎないので、すごい履きやすい感じになっています。あと厚底の部分もフラットだから疲れなくて歩きやすい感じになってます。こういう感じです。はい、このショートブーツがめちゃくちゃ人気なんですけど、もしね、気になった方はぜひ購入してみてください。はい、ということで、まず1足目こちらを購入しました。で、続いて2足目なんですけど、こんな感じの箱に、ちょっと大きめの箱に入っている2足目は、じゃーん、こんな感じの厚底のファーのサンダルです。デザインは全く同じで、今年のシーズンのこのスパンコールデザインなんですけど、これはこのかかとの部分がない
スリッパタイプになっていて、で同じ厚底っていう感じで比べてみると、もう厚底の幅とかは全く同じ感じになっていて、デザインも同じスパンコールになっているんですけど、こっちの方はサンダルタイプっていう感じになっています。我が家はアグをめちゃくちゃ履いているんですけど、ママも私もアグがめちゃくちゃ履きやすいのでいつも履いているんですけど、このタイプのサンダルの方が、アグといえばブーツかなと思うんですけど、サンダルの方が履きやすくて好きなのでいつもこういうタイプを履いています。でこのタイプのサンダルがあるんですけど、それの厚底タイプっていう感じで、ブーツの方がすごい人気ではあるんですけど、こっちの方が個人的には履きやすいけどあったかい、スポッと履けて、ブーツってなかなか脱ぎづらかったり履きにくかったり履くのに時間がかかったりするんですけど、その分暖かいんですけど、こっちもね、かかとがないけどすごいあったかいので、こっちの方が履きやすくて私はおすすめかなと思います。であとあんまりまだ履いている方も少ないので、結構最近増えてきたんですけど、こっちの方がちょっとおしゃれな感じを出せるかなと思います。後ろにアグのストラップがついていて、厚底っていう感じです。ストラップがついているから重たくも感じなくて、結構厚底なんですけど軽めで、ここはファーになっていて、内側もファーだからすごいあったかいっていう感じになっています。でこのタイプはこういうリバーシブルのスパンコールっていう感じになっています。これは色は黒一色だったかなと思います。はい、こんな感じです。この同じシリーズのもの2足購入してきました。これも結構今履いている方とかもいて、このスパンコールタイプじゃないムートンのベージュがすごい人気かなと思うんですけど、今回このスパンコールタイプを購入してみました。はい、ということでこんな感じの2足を購入したんですけど、すごくトレンドのアイテムということでこんな感じの2足を紹介しました。入手困難らしいので、ぜひ購入したいという方は急いでアグに行ってみてください。直営店だともう在庫が少なくなっているみたいなんですけど、伊勢丹とかだとまだ在庫があるものもあるみたいなので、ぜひねチェックしてみてください。ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います。はい、ということで今回はアグのトレンドのアイテム2足を購入してきたということで紹介をしました。ムートンの方がすごい人気なんですけど、今回紹介したスパンコールの方も今年のシーズンのアイテムなので定番の商品ではないんですけど、形はムートンの方と同じ感じになっているので、でスパンコールで派手かなって思うんですけど、意外と足元が華やかになって派手すぎず個性も出せて可愛いのでおすすめになっています。ムートンの方はすごい入手困難みたいなんですけど、でもベージュの方が合わせやすいっていう方もいるかなと思うんですけど、まだスパンコールの方は売っているところとかもあるので、ぜひ真似してみてください。ブーツの方がすごい人気みたいなんですけど、こんな感じで2足を紹介してみました。どちらもねすごい今年トレンドのアイテムになっているんですけど、こんな感じの購入品になっています。ということで動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が皆さんのお買い物の参考になれば嬉しいなと思います。この動画を見て皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいです。私の動画ではハイブランド購入品紹介や Vlog などの動画を投稿しているので、チャンネル登録まだ済んでいないという方はチャンネル登録ボタンからチャンネル登録と隣にあるベルマークをタップして通知をオンの方よろしくお願いします。グッドボタンの方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。
Thank you.
ー。